れた。もう少し早く手を入れていたなら、昨日の景色もきっと違う。なんでですかね、まちゃん。なんでだろうね。なんか縁っていうのはそういうもんで、なんかこう俺と長谷川さんって多分世の中で怖がられてると思うんですけど、俺と長谷川さんがフロントになってしまってね、まあ今チューニング中ですから、まあ仕掛けと怒られてしまうので、まあまたちょっと僕は音楽を一生懸命やりたいなと思った時に作った歌を、じゃあまたこのガラクタのメンバーとやりたいと思います。熱き者たちの歌という歌を聴いてください。
しを下ろして少しだけここで休んでいきなよ。こんな時代だからと嘆くよりもだからこそと思える力へ押し諦めるなよ。まだ道の途中じゃないか信じてゆけよ。何度でも立ち向かうと言ってたはずじゃないか。で参りまして、直すところ1曲になりました、ちょっとまた、残りの力を振り絞って、頑張っていきたいと思います、今日は本当にもう遅くまでありがとうございます。
まあ、とにかくちょっと付き合ってちょうだいって感じで、ろくでなしの歌を聴いてください。
じゃあ次最後の歌で、ね、東京という歌を聴いてください。今日はお仕事まで本当にありがとうございました。しぶしぶ番組の皆さんどうもありがとうございました。これからも一つありがとうございました。よろしくお願いします。キャラの皆さん、マスターどうもありがとうございました。最後にもう一度、ステージのメンバーを紹介します。長谷川雄二、マスワーサドリ、奥田大ちゃん、今日です。では、最後に東京という歌を聴いてください。今日もありがとうございました。
一瞬一問この街で東京をもう奪わないで涙も枯れてしまったこの俺で自分を信じて残した
ありがとうございました。